ドリスに事情を聞いてみるか。サロンにいるはずだ。ドリスはどこに？シド、誰かお探しですか？ドリスを見なかったか。話があるんだ。ドリス隊長は任務中であります。今回は単独で調査に当たるとのことで少し前に出て行かれました。何の調査を？奴隷商人の調査であります。以前ノースリーチ近郊でベアラーを救助した一件から密売の手がかりをつかめたそうなのです。奴隷商人？あの時のドリスの言い方は、そいつが何者なのか知っている様子だったが。俺も様子を見に行こう。どこに向かったか教えてくれ。はい、マーサの宿を調査中のはずです。どうかお気をつけて。なぜ単独で調査に？彼女に何があったんだ？ドリスが奴隷商人を調査しているはずだ。探してみよう。アカシアにやられた傷もう。じゃあね、ドリス、久しぶりに会えてよかったよ。あなたもお元気で。ドリス、ここにいたんだな。シド、なぜこちらへ？お前が奴隷商人の調査をしていると聞いてな。隊長が単独行動とはどういうことだ？申し訳ありません。古い知人が手がかりをつかんでいると分かったのです。今の身分を隠し、私一人で調査をする方がうまく話を進められると思いました。知人？さっきのやつか。それで何か収穫は？はい、九段の奴隷商人の居場所が分かりました。現在バーム立教にベアラーたちを集めているようです。これから移送するつもりなのかもしれません。また話によれば、ここしばらくの密売には一部のザンブレク兵も加担しているとか。組織ぐるみで動いているとなると、ことは急を要します。私はこのまま現地へ向かいます。俺も行こう。兵士の相手は任せろ。ドリスはタイの連中を呼んで、ベアラーたちの保護を頼む。承知しました。では、後ほどバーム立教で合流しましょう。奴らか。だがあの女、確かマーサの宿でドリスが話していた。
この辺りでベアラを集めるのももう潮時みたいだね。ではそろそろ本国へ戻られるのですか？当然さ、こんなところでミスミス捕まったら奴隷商人の名折れってもんだ。荷物はもうまとまってるんだろ？次の大きな仕事も待ってる。さっさとザンブレクに運んでくよ。は、直ちに。ああ、だけどその前に邪魔なネズミを始末しておこうか。やれるものならやってみろ。あとは貴様だけだ。やれやれ、みんなくたばっちまったかい。私も焼きが回ったもんだ。降参だよ、好きにしな。シド。なるほど、あんたが噂のシドだったのか。そりゃかなわないはずだ。ドリス、あんたシドのところにいたんだね。それにやっぱり気づいてたか。間違いならばどんなによかったか。シド、黙っていたことをお許しください。彼女はかつての主人、そしてこの世界で生きる術を教えてくれた人です。この人が育ててくれたからこそ私は今もこうして生き延びている。よく覚えているね、あんな昔のことをさ。あんたはベアラーの中でもよくできた子だったよ。武芸をやらせても文字を習わせても器用に熟した。だからただの奴隷として使い捨てずにずっとそばに置いてたんだけど、ねえ、私の剣、戻ってくる気はないのかい？今の私はベアラーのための剣です。もうあなたのものではない。最後にそれだけ伝えたかった。さようならご主人、あなたのことは一生忘れない。ベアラーのための剣か。本当によくできた子だよ、あんたは。やつはどうする？私たちは彼女を裁く身にはありません。ですから何もしません。密売されそうになっていたベアラーを助けることができた。それで十分です。そうか、わかった。シド、ご協力ありがとうございました。今回の一件、改めて隊員にも伝えておきます。手紙の件もある。コールには俺からも話しておこう。
お帰りなさい、シド。ドリス隊長からの知らせを受けました。シドが任務に加わり、密売を事前に防ぐことができたと。フェアラーたちも直に保護されてくるはずだ。それと手紙の件だが、ドリスならもう大丈夫だろう。ありがとうございます。先ほどようやく事情を知りました。俺たちが追っていた奴隷商人、まさか隊長の昔の主人だったなんて。あの奴隷商人はザンブレク兵と一緒に自首したそうです。ベアラーの扱いが悪いザンブレクでさえ密売は重罪、厳しい罰を受けるでしょう。隊長の心中が気がかりです。彼女はしっかり過去と決別していた。心配しなくていい。そうですか。ドリス隊長らしい。隊長は過去を切り捨ててでもシドと共に人が人として生きられる場所を作ろうとしている。シドのおかげで改めて覚悟を思い知りました。隊長のもとでもっと多くの命を救ってみせます。ああ、よろしく頼むぞ。フィリップのおかげでようやく目が覚めた。ああ、クライブ、一体どうしたら。ノースリーチが分裂してしまうかもしれない。何があったんだ。実は先日この町にオビトの賢人が戻ってきたわ。オビトの賢人。ええ、ザンブレクの祭りごとを取り仕切るご賢人の長だった人よ。その名の通り首都の姿勢を任されていたから、みんな今もオリフレム公って呼んでいるけど。その彼がどうかしたのか。オリフレム公がお触れを出したの。このノースリーチをザンブレクの新たな拠点にするって。彼は町の住民から財産を徴収、それを礎にここを軍の中枢にしようとしている。なんだって。私たちが話しに行ってもまともに取り合ってもらえない。あんな無茶な要求、住民を追い出したがってるとしか。兵士たちはどうなんだ。以前青く光る魔物が現れた時はフィリップがうまくまとめてくれていただろう。オリフレム港についているようね。もともと軍の上層部を失っていた彼らが指導者に従うのは理解できる。だけどお触れに納得のいかない住民はそんな兵士たちを敵視するようになった。いくら兵士がまとまったところで住民と敵対してしまっては意味がないわ。このままじゃ壁の内側と外側のひがみ合いどころか住民と兵士の争いになってしまいそうで。そんなことが。そうだ、もしかしたらクライブの話なら聞いてくれるかもしれない。あなたは青く光る魔物を倒して兵士たちからも信頼されている。そんな相手の意見なら彼も無下にはできないはずよ。クライブ、オリフレム公と話し合ってもらえないかしら。ああ、俺でよければ力を貸そう。よかった、ありがとうクライブ。まずはオリフレム校に会う必要があるな。彼は今どこに。訓練所にいると思うわ。分かった、行ってこよう。ご賢人の一人、オリフレム校か。話ができるといいが。おい、止まれ。なんだ、マダムのところの用心棒じゃないか。今日はどうしたんだい。オリフレム公がここにいると聞いた。彼に会わせてくれないか。
今は住民を通すなと言われてるけど、きっとあんたなら問題ないだろう。この前町を助けてくれた恩人だ。少し待ってくれ。そうか、先日この町を救ってくれた腕利きの傭兵とは貴様だったか。改めて礼を言うぞ。それで私に何か用でも？この町をザンブレクの新たな拠点にするそうだな。ああ、そのことかね。よその者に話すことでもないのだが、貴様も町の行く末が心配なのだろう。だが今後のことは我々に任せておけばよい。このノースリーチからザンブレクは再建されるのだ。再建だって？この町は被害も少なく軍の設備もある。まさに再建のための拠点にふさわしい。ザンブレクはオリフレムに続いて自治領をも失った。コートとしての機能は今や皆無と言ってよい。そこでこの町を新たな拠点とし、ほど近いノルバーントリデを要塞とする。この一帯に堅牢な城塞都市を築くつもりだ。我々がこの町を守る。話に聞く青く光る魔物とてもはや敵ではなかろう。あの魔物は危険だ。いつ襲われるかもわからない。あんたは住民の財産を徴収しようとしているそうだが、そんなことはやめて彼らと協力して対処に当たるべきだ。民というのは誰かが導いてやらねば動けんよ。すなわち国を立て直すために優先すべきはその中枢。何よりも先に行政を整備せねば。彼らの財産はそのために使わせてもらう。何も搾取するばかりではない。国に使えるなら給金を出すとも伝えた。それなのに私が無茶な要求をして追い出したがっていると、住民を先導する輩もいるようだが。この町は彼らのものだぞ。その通りです。ザンブレクの再建が大切なのは分かります。ですがまずは民を第一に考えるべきでは？サビーヌ、祭りごとには口を出すなと。お父様のやり方はただ彼らの反発を生んでいるだけです。国を立て直さずして何が民か。また民をないがしろに。そのような愚行、神がお望みになられると？お前に何がわかる。出直すとしよう。反発か。当の住民たちがオリフレム校のやり方をどう思っているかも気になるな。彼らの話も聞いておいた方がいいかもしれない。まずは壁の外側か。マダムの傭兵が魔物を少しいいか。オリフレム校のことを聞きたくてな。まったくとんでもない話だぜ。俺たちはずっとこの町で暮らしてこれまで何とかやってきたんだ。いくら国の偉い人だからってここを好きにしていい理由にはならないだろう。俺はあんな人に従うつもりなんてないね。最後まで抵抗してやるつもりさ。おや、何かご入り用？
たいことがある。オリフレム校についてあんたはどう思ってるんだ。その話かい。商人たちはみんな怖がってるよ。どうせ今度も真っ先に追い出されるのは壁の外側にいる俺たちだろうってさ。ああいったお偉方が勝手してたせいで俺たちはこんな目に遭ってるんだからな。マダムがお偉方から守ってくれるって言うんなら喜んで支援するんだけどね。街が慌ただしくなっているようだが。ええ、オリフレム校が戻ってからは不満だらけ。好き勝手しすぎなのよ。ノースリーチにはマダムがいる。オリフレムや自治領とは違うんだから。彼女を随分と信頼しているな。マダムはこの町のことを考えてくれているもの。あの人はノースリーチの長みたいなものよ。こんなところか。次は壁の内側でも聞いてみよう。おい、あんた、さっきオリフレム校と何か話してたな。住民たちと協力できないか申し出ていた。彼にその気はないようだが、あんたはどうするつもりだ。もちろんオリフレム校に従うさ。ここの住民やマダムには恩義もあるけど、俺にも家族がいるからさ。国や町よりもまず家族を守らなきゃいけない。そのためならたとえ誰に恨まれようとしがみついてやるよ。私たちしばらくは夜の帳が面倒。またそのようなくだらぬことを。お父様は何も分かっていません。町で噂を耳にしたんだが、オリフレム校はここを軍の拠点にするらしいな。あんたは彼の考えに従うのか。当然そのつもりだ。俺たちはザンブルク兵。彼に従わない理由はない。それにオリフレム校のお考えは公国を再建するためのもの。住民たちには悪いが、時が来たら分かってくれるだろう。一つ聞かせてくれ。オリフレム校のやり方についてどう思ってる？抵抗はあるよ。でもな、よそはどこも荒れてるそうじゃないか。みんなが救われるのが一番だけど、なかなか全部はうまくいかないもんだ。だったらオリフレム校が言うように、まずは国を立て直すべきじゃないかってね。そのために町を去れって言うなら、きっと仕方がないことなのさ。そういえばフィリップはどうしているだろう。ここにいたのかフィリップ。あんたは確かクライブとか言ったな。前日は助かったぜ。俺もちょうど例の魔物の偵察から戻ってきたところさ。それで何の用だ？オリフレム校のことを聞きたい。お前も彼のやり方に従うつもりなのか？正直に言えば悩んでるよ。ザンブレクの兵士としてはあの人に従うのが真っ当なんだろうけど。フィリップ、お前は以前ここはマダムあっての町だと言っていた。ああ、今もそう思ってる。悩むくらいならその気持ちに素直になればいい。
そうだな。その通りだ。決めたよ。俺は俺の信念を通す。守りたいものを守るのに形なんて関係なかった。すまないクライブ、ちょっと用事ができた。また後で会おう。さて、状況は大体つかめた。一度イサベルへ報告に戻るとしよう。クライブ、戻ったのね。オリフレムコートの話はどうだったかしら。ああ、実は。ザンブレクの再建、この一帯を城塞都市にするだなんて。青く光る魔物の脅威もある。強固な都市を作ることには賛同するわ。だけど、ここの住民をないがしろにするのは話が別。再建を願えばこそ、住民と協力できればより良い町にできるでしょうに。彼は国や行政があってこその民と考えている。そもそも協力関係が成り立つとは思ってないのだろう。町の様子も見てきたが、住民たちはあんたを慕う者が多いようだ。一方で兵士たちはオリフレム校に従っている。それぞれ意志は固いように見えた。やっぱり兵士だって自分たちの国を立て直せるとなればそう思うのは当然だもの。住民と兵士、町の分裂は避けられないのかしら。そうなったら、なった時だ。お前、その姿は。ああ、ザンブレク軍を辞めてきた。連中ごちゃごちゃうるさいから殉職扱いにしてもらったよ。フィリップ、どうして。俺はあなたにつくと決めたんだ、夜の女王。でもそれはオリフレム校のやり方に嫌気がさしたからじゃないぜ。ノースリーチのためさ。青く光る魔物の脅威は去っていない。こうしている間にもまた現れるかもしれない。奴らが町を襲ってきたらみんなの命が危ないからな。だったらまずは町を守らないと。マダム、俺たちならできるはずだ。クライブ、あんたと話して覚悟を決めた。俺は俺が今できることをする。もしもの時には俺も力になろう。今できること。私は町が分裂するということを恐れすぎていたのかもしれない。そうね、今は町を守りましょう。ありがとう、フィリップ。大事なことを気づかせてくれて。いいってことさ。さて、町周辺の警備を始めたいんだが、夜の帳の連中と相談しても構わないか。ええ、お願い。任せてくれ、マダム。ありがとう、クライブ。あなたやフィリップがいてくれるだけでも心強いわ。私も今できることをしながらオリフレム校との話し合いも続けてみる。何かあったら報告するわね。その時はまたよろしく、クライブ。ああ、いつでも言ってくれ。